おい、俺の母校の。俺が新人機能から。まさに全員黒だったわ。左からリンゲさんとトシ。はい、皆さんこんばんは、お疲れ様です。うるさくてすみませんです。お疲れ様です。本日は特集役所元りの近場やっていきたいと思います。今日は久々に入れる約束入れてます。ウォーロックとベイト久々に入れます。やったー、やったー。早川が多いなって思うんですよね。多いね、確かにね。金髪負けませんよ、私は。あ、金、あ、そう、宮さんやからスーパーサイヤ人って言われてませんからね。言われてないんかい、どっか行っちゃった。えらい。お、ミスドゥルン、ミスドゥルン、いいぞ。えらいですが、いいぞ、えらいぞ、えらいぞ、よくやった名前を、よくやった名前。よし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 、あーしよ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 し、どうした、よし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 、これは違うの、よし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 、ランちゃん怖いな。なんかそれ逆に怖いわ。はい、やばっ。詩人さんどういうこと？すごい詩人さんなんか立ってましたけど。詩人さんは死体を見たけど、あのレポートしなかったってこと？違う、通報ボタンがどれか分かんなくなってた。あれですか？ウォーロックとかでボタンがいっぱいあって分かんなかったんですか？違う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 、ボタンがいっぱいあって通報が。ボタンがいっぱいないんだけど、ボタンいっぱいないんだけど、通報ボタンがどれかわかんないよね。あの、まあ、ボタンはいっぱいありますよ。それだったよね。あの、メイン、あの、なんかね、仕様だとかさ、あのね、ほら、なんかいろんなボタンありますから。いろんなボタンありますから。どんなボタンがあるんですか？何があったんですか？何のボタンがあるんですか？なんか、そうですね。あの、なんか、そう、シールドをつけるみたいな。ほら、なんか、目あるじゃないですか。なんかね、マップ開く。もういい、もう、指示されたよ、こんな。おい、やめろ。いや、さっきのキル、俺やってないもん。いやー、キングロッチ、まさか、いいんですか。やっ、すいませんす、すいませんす。なんで止まって、何止まった、何やおい、あの、何？なんかミサトラおかしい、ミサトラおかしい、止まってる。どうした、どうした、どうした、死んでないの、あれ死んでないんだ、止まってました、止まってました。すげえなんかウォーロックっぽかったんだけど、死んでないんだ。でも今死んでないよね、今死んでないよね、死んでないっすね。マップ見てた、こんだけ甘せってマップ見て止まることなんてある？多分ミサトラジェスターじゃない。いや、僕も思いました。あなたジェスターでウォーロックのふりして釣られようとしてるでしょ。マップ見てたっていう、そういうこと。動いてます、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 動い、あの、ポンズ野郎から、シールドあげるって僕言われたんですけど、どうやらリンネさんにも言ってるらしく、はい、で、メディックって本当にいないの？誰もいないよ、だって俺だもん。あのね、多分話は今どうでもよくて、どうでもいいだと。で、メディックもいないの？メディックいいだろ。そこまで気にする？じゃあ俺でいいよ、じゃあメディック、じゃあ俺でいいよ、じゃあやろうつろう、じゃあボンズやろう、嘘ついてるか、じゃあボンズやろうつろう。まあだからシェリフが生きてるんだったらのちさんあたり行ってもいいんじゃないですか。いや、本当にメディックいない。そんな気にするメディック。おい、なんでこんなことわかんだよ。本当にいないメディック。おコミサボカモニカモニカモニ、そうカモニ、ここにタスクなかったらなんで俺ここ向かってたんだろうな。ないよ。
スクラッチ青中野地幕の内ギャ中野地珍道機中野地インド人中野地弁当俺のランダム。あー来い。俺のランダム。俺のランダム。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。よもやよもやだ。よもやよもやよもや。よもよも。セイドキックあげない。どうされたぞ。おい、キキしない。あ、え、あ、あ、え、じゃあじゃあひ。瀬戸朝日が。結構あちゃう。結構の方で死んでました。あ、中野さんがインポスターです。え、え、ですよね。瀬戸朝日は生前僕にベイト使用していました。もう中野さん。ベイトが他に使用が。ベイト使用。ベイト使用で。おもんない。しかもおばさん。なんだよこれ。クソみたいかよ。バカやなみんな。雰囲気ばっか取ってんな。せざせ。なんだなんだなんだ怖っぱが。あーベイト噛んだ俺が悪いんだ怖っぱ。ヤンキーのママチャリぐらい黒くなったやけ。全然よくわからん。全然よくわからん。だけんなお前。よくわからんやつがよくわからんこと言うだろわ。ヤンキーの全然ぐらい黒。ヤンキーは紫だよバカが。ヤンキーの自転車紫だバカが。あ、そういうことか。わかった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 。そういうことね、ポンちゃん。間違いないですね。あるじゃろ、ヤンキー紫の大カバハン乗っとるだろげ。理解して、理解して、理解して。ネタンってきますね、これ。お前、お前、どこのクソ田舎ヤンキーや、おい、こら。つまり何ですか？ちょっとわかる。クソ風情のある。もう、ポンズ詩人目線はもう100%。知るか知るか、何言うのかな、やばいやばい。俺の母校、なんか、おい、俺の母校の、これなんかどこやましたし、ヤンキーのバーチャリ全員黒だったわ。左からリンネさんとトッシンさんが走ってきて、おめえの母校のヤンキー全員雑魚だよ。じゃあ全員雑魚だよ。なんだよ、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 ママチャリ紫ってお前どんだけ。それ嘘ですよ。おい、どこの田舎だよ、それこそ。嘘ですかね。僕だって階段のところいます。名古屋、名古屋、名古屋、アイムフォン名古屋。明るめの、明るめの、でもさ、それ明るめの紫。あー、明るめの蛍光色プロジェクトだよ、こらー。ダメだよ、ヤンキー。あそこに行くとこ、もう夜になると、はしごです、やつや、もうダッサい。ヤンキー目立ってなんぼや、こらおめ、はい、黒だから、黒だろ、闇に紛れる。お前らのヤンキー、陰キャ。お前らのヤンキー、陰キャ。はい、陰キャ。真っ黒真っ黒で、闇に向いて、陰キャです、陰キャ。ヤンキーなのに陰キャとはこれいかに。陰キャヤンキー言うのやめろ、お前。おい、俺の高校。陰キャ高校。陰キャ高校。不遇目線。忍者とかウォーロックとかじゃなくて通常キルってことですね。すげえ上あったぞ。あれでもトッシー、いや俺ももう上すぎてなかった。上すぎて持つとこ上すぎて持つとこなかった。逆にもうあれですね、トッシーさんの CO で言うとノッチさんが忍者だったっていうのがあるんですね。いやもうもうあの競輪競輪選手ぐらい下げてる人で、かけまるさん目線でトッシーさんはジャッカルで。いやもう俺の学校はもう高すぎて持てないから、逆に取ってるやついたな、ハンドル。そうあそうあそう、もうサドルなかった、ハンドルなかった、サドルもなに、サドルを抜いてきとったやつ取ったぞこっちは。そうですね。いやこっちもいたな、タイヤ抜いてるやついたわこっちも。まあじゃあいいんだ、タイヤ抜いて一輪車みたいなシェル取ったわ。全然抜いてるやつ。うちのお母さんも議論中に喧嘩したら何も聞こえんだバカ。リンネさんすみませんでした。はい、本当。でもこれやり合ったらいいんじゃない。アーカイブの